こんにちは、賃貸の正木の吉田です。本日は、奈良県天理市のですね、西長良町でございます、サンモール長良の2階部分、206号室ご紹介させていただきます。早速ね、お部屋の方入ってきてるんですけども、こちらね、見えておりますのがキッチンスペースとなります。キッチンね、非常に綺麗なキッチンになっておりまして、大きさの方もね、十分使い勝手のいいサイズに仕上がっていると思います。またね、キッチン向かった奥側、右手側の方にもね、少しスペースございますので、まあ、水切りのね、カゴなんか置いていただいても便利だと思います。こちらにございますのが給湯器のリモコンです。またね、こちらは、どうでしょう、パントリー的な使い方でも便利かもしれませんね。収納となっております。奥の方もね、結構ゆったりしておりまして、冷蔵庫置いていただいたり、食器棚をね、こちらで自由に組んでいただくことも可能となっております。こちらがね、バルコニーの付近の雰囲気なんですけども、バルコニー自体もね、非常に明るくて広いものとなっております。全然ね、雨もかかりにくいようになっておりますので、安心して洗濯物を干していただけますね。こちらのね、お部屋のガラスは全てピアガラスとなっております。エアコンなんですけども、設備となっております。こちらにね、ございますのがリビングの壁なんですけども、モニター音の吹きとなっております。照明器具の方もね、設備となっております。この広いリビングを向けますと、奥に洋室、6畳ほどの洋室ですかね、ついております。こちらの方にも照明もちろんついておりますし、こういったね、クローゼット、非常に広いものがついております。本当にね、一人の生活ぐらいから、すごくゆったり使っていただけそうですね。はい、それではこちら水回りですね。まずはこちらにございますのがシャンプードレッサーです。お隣が洗濯機置き場になりまして、奥がお風呂となります。お風呂もね、綺麗で使い勝手良さそうです。水回りの方を出ますと、こちらトイレですね、お仕事付きとなっております。今回ね、2階のお部屋ですので、1階のこの階段をね、降りていただいて玄関となっております。以上でこちらのお部屋の紹介の方を終わらせていただきます。詳細の方はですね、私ども賃貸の正木のホームページにてアップしておりますので、またそちらの確認も合わせてお願いいたします。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正木では皆様の家探しを全力で応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。